関西本線。関西本線は、愛知県名古屋市中村区の名古屋駅から、亀山駅、奈良駅を経て、大阪府大阪市浪速区の JR 難波駅に至る、鉄道路線、幹線である。名古屋駅、亀山駅間が、東海旅客鉄道、JR 東海、亀山駅 JR 難波駅間が、西日本旅客鉄道、JR 西日本の管轄となっている。この他日本貨物鉄道、JR 貨物の四日市駅、塩浜駅間、平野駅百済貨物ターミナル駅間の貨物支線を持つ。名古屋と大阪を30県の北勢地方、伊賀地方、京都府南部、奈良県北部を経由して結んでいる。民間の鉄道会社である関西鉄道の路線として開業し、名古屋と奈良、大阪を最短距離で結ぶ鉄道路線して国鉄と乗客を奪い合った歴史を持ち、路線名もこの社名に由来する。国有化後は1970年代まで全線を直通する列車が運転されていたが、並行する東海道本線や東海道新幹線の整備、近鉄特急の台頭、名阪国道の開通によるモータリーゼーションの普及などにより、名阪間の輸送からは撤退した。現在では、亀山駅、鴨駅を境界として、運転系統が3区間に分割されており、境界となる駅をまたいで運転される旅客営業列車は、急行、春日の廃止以降は一切運転されていない。名古屋都市圏の名古屋駅、河原田駅間は、三重県中南部や和歌山県紀南地方へ、特急、快速列車などの直通列車が運行されている。河原田駅、亀山駅間は、名古屋方面との普通、快速列車のみ運行していい。亀山駅鴨駅間では、非電化であり、1両、ないし2両の機動車による地域輸送が行われている。名古屋駅鴨駅間に路線愛称名は付けられていない。鴨駅 JR 難波駅間は1988年、昭和63年3月から大和路線という愛称が付与され、アーバンネットワークを構成する路線と位置づけられている。なお、大阪奈良間の都市間輸送については、JR の奈良駅が奈良市の中心部からやや離れていることもあって、近鉄奈良線に押されている。王子駅 JR 難波駅間では、和歌山線や桜井線方面に直通する快速列車も運行されている。津軽駅 JR 難波駅間は、旅客営業規則の定める大阪近郊区間に含まれており、そのうち奈良駅 JR 難波駅間が、電車特定区間、天王寺駅 JR 難波駅間が大阪環状線内に含まれ、区間外よりも割安な近距離運賃が設定されている。また、JR 東海管内の名古屋駅、亀山駅間が IC 乗車カード、TOICAのエリアに、JR 西日本管内の内前述の大和路線区間が同、ICOCAのエリに含まれている。名古屋駅、亀山駅間は、JR 東海鉄道事業本部の管轄、該当全区間直轄、亀山駅、構内の属から、JR 難波駅間は、JR 西日本近畿統括本部の管轄、鴨駅 JR 難波駅間は、本部直轄、亀山駅鴨駅間は、両端駅除き道本部の大阪支社、亀山鉄道部の管轄である。路線記号は、名古屋駅、亀山駅間が CJ、亀山駅鴨駅間が V、鴨駅 JR 難波駅間が Q。名古屋駅を南向きに出発した列車は、名古屋車両区への回送線及び、名古屋臨海高速鉄道は尾波線とともに右に曲がり、東海道本線などから離れる。左側にはかつて、笹島駅、貨物であった跡地が広がる。右側を走っていた。青波線が頭上を越えて、左側に移ると、進行方向右側には、名古屋車両区が広がる。最初に、関西鉄道が開業した、愛知駅はここに位置した。名古屋高速5号、万場線をアンダークロスした後、高架となり、青波線が左へ離れていくと、間もなく、八田駅に着く。その後、庄内川橋梁の手前で、近鉄名古屋線をアンダークロスし、国道302号を乗り越えると2001年に新設された春田駅に着く。その後、蟹駅、永和駅を経て、弥富駅に到着する。弥富駅では、名鉄美彩線と接続する。同駅から桑名駅までは、近鉄線と並行する。木曽川を渡ると、三重県に入り、長島駅を経て長良川と揖斐川を渡る。この区間は1959年の伊勢湾台風で甚大な被害を受けた。また、この付近で近鉄名古屋線の旧線跡が垣間見える。桑名駅に着く手前で関西本線が近鉄線を潜る。桑名駅は近鉄名古屋線のほか、養老鉄道養老線や三岐鉄道北勢線と接続する。三岐鉄道北勢線を潜り、友明信号場で複線になった後、近鉄名古屋線と並走しながらカーブして、朝日町に入り、東芝の工場の手前で、近鉄線と離れ朝日駅に、伊勢湾岸自動車道を潜る手前で、四日市市に入り、三岐鉄道三岐線と近鉄線を潜り、富田駅に着く。三岐鉄道と貨物列車の連絡が行われており、駅東側に貨物ヤードが広がる。この駅は三岐鉄道の基地でもあり、東口を出た先には本社ビルがある。ここから先は四日市の工場地帯となり、大小の工場や事業所などが広がる。国道1号、国道23号と寄り添い、富田浜駅を経て四日市駅に着く。四日市駅は市名を冠した駅であるが、市の中心駅は実質的に近鉄四日市駅である。塩浜駅への貨物線が分岐する貨物列車の一大拠点であり、貨車が多く置かれている。四日市駅の次の南四日市駅を過ぎ、工業地帯を抜けると河原田駅に着く。同駅では伊勢鉄道と接続し、途中で単線が上下線から分かれその間を走って駅に着く。伊勢鉄道のホームは築堤上にあり、跨線橋で結ばれている。名古屋駅発の特急、南紀や快速、三重などの列車はこの駅から伊勢鉄道へ乗り入れ、津駅を経て、鳥羽駅、新宮駅、紀伊勝浦駅に向かう。河原田駅から単線区間になる。車窓は田園風景となり、民家も少なく、鈴鹿山脈の南端に沿って小高い山の裾を回る。鈴鹿市に入り、線路の南に沿って流れる鈴鹿川の水面が現れる。川の駅を過ぎ、次の笠登る駅では、駅の北側斜面に民家が密集し南にコンクリート工場がある。亀山市に入り、近くに団地のある井田川駅を過ぎると堤防に遮られて鈴鹿川が見えなくなる。水田が散在する中、左手から紀勢本線が合流して亀山駅に着く。駅前は雑居ビルが建つものの市街地の中心ははっきりしない。丘陵地にあり、南に鈴鹿川、北に台地が控え、またかつての亀山城の櫓がわずかに残る。亀山駅は JR 東海の管轄駅であり、JR 西日本区間との境界駅である。三面五線の構造で、紀勢本線と接続するが、多くの急行が行き交った頃の面影はない。この区間は、非電化である。現在では、単行、1両編成や2両編成の機動車、キハ120系で、普通列車が走るのみだが、かつては、急行列車や貨物列車など長大編成の列車が走っていたため、各駅ともホームや、交換設備の有効長が非常に長い。かつては、多くの駅に中線、上り線と下り線の間にある対比線があり、中線があった駅は、上り線と下り線の間に中線が撤去された空間が空いていい。この区間は山間部が多い。大和街道に沿っており、木津川と支流の柘植川が見える。亀山駅からは国道1号と並走して、東海道の宿場関宿の最寄り駅相対式2面2線の関駅につき、ここから国道1号と重複していた国道25号と並走して相対式2面2線の加田駅に着く。2018年4月の関駅無人化までは、加田駅はこの区間では唯一の無人駅であった。この先、鈴鹿山脈と布引山地の境界にあたる加田駅、柘植駅間には、加田越えと呼ばれる25パーミル、パーミルの急勾配あり、蒸気機関車が走っていた頃は、多くの鉄道ファンが訪れた。スイッチバック式の中、在家信号場、2006年に使用停止がある。信号場の先にある、加田トンネルでは、蒸気機関車の売煙が運転台に充満することを防ぐために、トンネル入り口に遮蔽幕を設置し、列車通過後にこの幕を下ろして、列車後方の気圧を下げ、売煙を列車後方に集める工夫もなされていた。日本全国の急勾配や長大なトンネルで、乗務員の酸欠や窒息事故が多発したため、対策が施された。伊賀市に入り、丹式と島式の二面三線の柘植駅では、草津線が分岐する。かなり構内が広いが、駅は寂しい。もともと、関西鉄道は、東海道のルートに沿って、草津から亀山へ向かって、線路を敷設したため、亀山方面から見ると、草津線が直線で、関西本線が左へ分岐するような線形となっている。かつて、柘植駅には、片越の蒸気機関車のために、転車台や給水塔もあったが、現在はすべて撤去されている。柘植駅を出ると周囲は明け、伊賀盆地を走り、新堂駅となる。かつては、丹式と島式の二面三線であったが、現在は、島式一面二線である。しばらく西に向いて走り、丹式二面二線の砂具駅となる。次の伊賀上野駅はこの区間の途中駅の中では、唯一の直営駅であり、ワンマン取扱駅ではない。この駅からは、鴨駅への区間列車がある。丹式とそこにある桐垣と島式の二面四線の構造で、うち3線を JR が使用し、下りホーム反対側の桐垣1線には、伊賀市、旧上野市の市街地を経て、伊賀神戸駅向かう伊賀鉄道伊賀線が発着する。忍者で有名な伊賀市の中心は、伊賀鉄道の上野市駅付近一帯である。そこに、上野城があるが、この駅の少し先から見える。伊賀上野駅を出ると、並走する大和街道は、国道163号に変わり、柘植川も木津川に変わる。しばらく平地を走り、丹式二面二線の島ヶ原駅からは山間地へと入る。車窓からこの区間最大の見どころである木津川の渓谷美を見ることができるが、大雨が降るとしばしば不通となり、保安上のネックにもなっている。京都府南山城村に入り、丹式二面二線の月ヶ瀬口駅となる。月ヶ瀬梅林への最寄り駅で、梅の花見の時期は多くの客で賑わう。南山城村役場に近い丹式二面二線の大河原駅を過ぎ、笠木町に入り、桜と渓谷美で有名な島式一面二線の笠木駅となる。木津川市に入ると鴨駅に到着する。鴨駅は島式二面三線の橋上駅で天王寺、大阪方面への大和路快速と接続している。亀山方面からの気動車は、基本的に中線から発着する。中線は両側をホームに挟まれており、大阪方面の電車と同一ホームで対面乗り換え可能である。鴨駅伊勢は、電化区間となり、不動産トンネルを抜け、木津駅に至る。この辺りには、関西鉄道が、路線の買収によって、ネットワークを構築する過程で放棄された路線が廃線跡として残っている歴史を参照。このほか、不動産トンネル付近ではトンネルの老朽化によって線路が付け替えられた旧線跡がある。鴨駅木津駅間は単線だが、2004年の近畿地方交通審議会答申8号では、この区間を複線化するように答申している。木津駅は奈良線と片町線、学研都市線が分岐し、奈良、京都、京橋方面への交通の要衝であるが、都市圏から比較的近い割に利用客はさほど多くはない。木津川市、旧木津町の代表駅ではあるが、JR の木津駅ではなく近鉄京都線の高野原駅や木津川台駅を利用する木津川市民、旧木津町域住民も多い。木津駅を出ると、京奈和自動車道の木津インターチェンジや国道24号などを右に見ながら進み、奈良県に入ると奈良山駅となる。すぐ先に佐保信号場があり、吹田総合車両所奈良支所への入出区線が帰する。奈良市北部の振興地域を行く。この辺りは新しい住宅地と古墳群が同居している。次の奈良駅では、桜井線、万葉まほろば線が分岐する。また、奈良線の列車もすべて、奈良駅まで運転される。奈良駅付近は高架化の際に、自社風建築で有名な旧奈良駅舎の撤去が検討されたが、現地付近に保存されることとなった。奈良駅は、主要観光地や観光庁、ビジネス街などへのアクセス、バス路線との乗り換えなどにおいて、近鉄奈良駅や新大宮駅に対して劣勢に立ち、JR の京都、大阪方面への競争力も、運賃、所要時間本数面で近鉄より低いため利用者は少ない。駅周辺は高架化工事の前後から再開発工事が進められて、西口にも駅前広場やバスターミナルが設置されている。奈良駅王子駅間では、斑の法隆寺付近を通る。奈良を出て、しばらく奈良盆地の中を進むと、大和郡山市に入り、二面二線の郡山駅となる。大和郡山市役所や郡山城跡など、市の中心部は、近鉄の近鉄郡山駅が近い。住宅地と田畑と金魚の飼育のための池を見ながら、近鉄橿原線を潜って進むと、大和小泉駅。次の法隆寺駅は、斑鳩町の中心駅で、二面二線の橋上駅となっている。法隆寺はこの駅からかなり離れたところに位置する。法隆寺を出ると、奈良盆地南部の田畑の中をまっすぐに走る。大和川を渡って、近鉄田原本線を潜ると、左手から和歌山線が合流し、国道25号を潜り王子駅となる。この駅は、和歌山線のほか近鉄イコマス線、近鉄田原本線が集結する奈良県西部の交通の要衝となり、利用者も多い。王子駅橿原駅間は、大和川に沿って走る。この区間は地滑りの多発地帯であり、1932年にはこの区間の亀の瀬トンネルが変形して使用不能となり、経路変更によって2カ所の橋梁で大和川の南岸に迂回する不自然な線形になった。橿原からは大阪平野を走る。周囲はすっかりとしかし、住宅やマンションの立ち並ぶ車窓となる。王子駅を出て大和川を渡ると、三郷町の中心駅で、竜田大社の最寄り駅三郷駅。この先、国道25号も並走して、大阪府柏原市に入り、二面二線の河内県城駅となる。春になると、多くのカメラマンが、同駅構内の桜の撮影に訪れる。河内県城駅を出て、右左にカーブして大和川を渡り、高井田駅。高井田駅を出ると右手には、山が迫り、近鉄大阪線を潜ると、左手には国道25号と大和川が並行する。しばらくこの回路を進むと、近鉄線が右手に離れ、橿原駅となる。二面四線の構造で、近鉄道明寺線も発着している。王子駅からカーブを縫うように走ってきた線路は、橿原駅を過ぎると、直線区間が多くなり、時速 100km 前後の制限を強いられて走って、北221系電車で、運転の大和時快速や昼間の快速はここから、一期最高速度の時速 120km へと加速する。八尾市に入り、国道170号、大阪外環状線の高架橋を潜るとすぐに、四季野駅、その後線路はほぼまっすぐ進み、二面二線の八尾駅となる。八尾市の中心駅ではあるが、八尾市中心部からはやや外れている。約 1km ほど北に近鉄の近鉄八尾駅があり、周辺は大型商業施設や銀行のある商店街となって栄えている上、バス路線との乗り換えにおいても近鉄の方が便利なので、JR の八尾駅の利用者は近鉄八尾駅よりは多くない。八尾駅を出ると、龍下操車場跡の北側に沿い、緩やかにカーブしている。やがて大阪東線と接続する久宝寺駅となる。この駅は二面四線の橋上駅で普通と快速の接続が行われている。かつては上下線が竜下操車場を挟んでおり、上下線ホームはかなり離れていたが、竜下操車場廃止後の1997年に下り線が上り線側に移設された。その後に行われた区画整理事業で操車場や旧下り線の跡形はあまりわからなくなっている。近畿自動車道と大阪中央環状線を潜ったあたりで、大阪市平野区に入り、大阪市に入って、上駅の手前で、大阪東線が右手に分かれる。左手には2009年に廃止された、阪和貨物線跡が見える。上を出て、右手から、上東貨物線の単線が並走する。ここから、JR 貨物の百済貨物ターミナル駅の間は、貨物列車が走る。上東貨物線は、関西本線上り線、名古屋方面に接続するため、貨物列車は、上下列車とも、関西本線の上り線を走行する状態が、長く続いていた。しかし2010年の線路付け替え工事によって、貨物線は分離された。平野川を渡ると、平野駅。平野駅は、ホーム2面4線の退避可能駅だが、下り線、JR 難波方面の通過線にはホームがない。平野駅を過ぎ、国道479号、内環状線を乗り越え、百済貨物ターミナル駅を見ながら、ICOCAを駆け上がる。今里筋を乗り越えると、東武市場前駅。近鉄南大阪線のICOCAを望みながら進み、ICOCAの阪和線を潜り、大阪環状線が右から合流すると、天王寺駅に到着する。天王寺駅は大阪環状線、阪和線と接続するほか、大阪市営地下鉄御堂筋線と谷町線そして、我孫子筋を挟んで南側には、近鉄南大阪線と、阪堺電気軌道上町線もあり、日本国内有数の一大ターミナルとなっている。天王寺駅から今宮駅までの間は大阪環状線と並行している。天王寺駅を出ると阪神高速14号松原線を潜り、阪堺電気軌道阪堺線と堺筋を乗り越えて新今宮駅に至る。同駅では関西本線と大阪環状線と同じホームで乗り換えられるような構造となっているほか、南海本線や阪堺電気軌道とも連絡しており、JR 難波寄りの階段を上がって、改札を出れば、すぐに南海改札がある。また新今宮駅の前後には渡り線があり、関西本線や阪和線の大阪方面直通列車は、同駅付近で大阪環状線に転線する。次の今宮駅も関西本線。大阪環状線ともにICOCA駅となっており、関西本線下りホームと大阪環状線外回りホームと同一平面上で乗り換えができる。今宮駅を出ると右にカーブしながらICOCAから地下へ下り、関西本線唯一の地下トンネルである浪速トンネルとなり、終着駅の JR 難波駅に至る。JR 難波駅はかつて港町駅と称していたが、関西国際空港の開港に合わせ1994年に改称され、1996年には地下化された。駅は、島式2面4線ホームの地下駅で、浪速筋線計画に対応し、通過駅としての設計構造となっているほか、1番線と4番線の奥には、引き乗線が設置されている。なお、地下化に伴い全面的に改築されたこともあって、かつて長距離列車が発着した頃の面影はない。この駅では、大阪市営地下鉄千日前線や、御堂筋線、四ツ橋線、近鉄、阪神、南海と連絡しているほか、駅の直上は、大阪シティアターミナルがあり、大阪国際空港や関西国際空港への、リムジンバスや各地への高速バスのターミナルとして、機能している。ただ、南海難波駅からは相当の距離があり、乗り換えには15分以上を要するので、南海との乗り換えは、むしろ新今宮駅の方が便利である。浪速トンネルの地上部、地下化以前の線路跡は、難波市を草地キツ公園と称する都市公園となっているほか、駅周辺は、南の繁華街からは少し外れているものの、超高層マンションやビルが林立するなど、再開発が急速に進展している。現在、全区間を通して走る列車はなく、JR 東海が管轄する名古屋駅、亀山駅間、JR 西日本の非電化区間である、亀山駅加茂駅間、同社の電化区間である、加茂駅 JR 難波駅間の3区間に分かれている。各駅に停車する普通列車のほか、河原田駅から、伊勢鉄道伊勢線。紀勢本線、山宮線に直通する快速、三重、線内のみ、運転の快速、ラッシュ時のみの区間快速が運転されている。昼間は1時間あたり、名古屋駅四日市駅間で快速と普通が、各2本、四日市駅、亀山駅間で快速、ただしこの区間は各駅に、停車1本の運転である。この他に、伊勢鉄道の普通列車が、四日市駅、河原田駅間に乗り入れる。三重を除いて、いずれの列車も昼間を中心にワンマン運転が行われている。かつて、快速はラッシュ時のみに運転されていたが、2009年3月のダイヤ改正で名古屋駅、亀山駅間に桑名と四日市駅以南の各駅に停車する快速が昼間時間帯に新設され、従来の蟹江駅、弥富駅と桑名駅以南の各駅に停車する快速は、区間快速に解消された。亀山駅加茂駅間は関山区間で、ワンマン運転の普通列車のみが運転されている。使用車両は1993年8月1日から、キハ120系気動車が使用されており、この線区で使用されているものは、紫で塗装されている。かつては、奈良方面など他区間と直通する列車もあったが、2001年3月以降はすべてこの区間内の運転となっている。この区間は、関西本線の中では、他の区間と比べて、運転本数は少なく、全線通しの列車はほぼ1時間に1本の運行である。ただ伊賀上野駅加茂駅間は朝と夕方から夜間にかけて区間列車の設定が、2001年3月2日までは昼間時も伊賀上野駅加茂駅間の区間列車の設定があった。ただし、全駅で交換が可能とはいえこの区間は全線単線であるため、運転間隔は昼間の一部時間帯を除き等間隔ではない。このほか、津芸駅で夜間滞泊を行い翌朝加茂駅へ折り返す、加茂駅、津芸駅間の区間列車と、深夜に亀山発伊賀上野行きの区間列車、翌朝に伊賀屋発加茂行きとして運行がそれぞれ設定されている。2001年3月から、線路保守点検による作業時間の確保のため、毎年7月から9月を除いて、月1回土曜日の昼間時間帯の列車が運休していたバスなどによる代行輸送も行われなかったが、2011年3月12日のダイヤ改正以降は運休は取りやめとなっている。この区間は大雨が降ると遅延になったり、運転見合わせが発生しやすい区間である。全列車が加茂駅で大和路線の大和路快速などの快速列車と、接続するダイヤになっている。一方で、亀山駅での名古屋方面行きの列車との接続は、ある程度図られているが、接続時間にばらつきがある。日中は、名古屋方面へ乗り継ぐ場合は20分程度の接続時間を要する、加茂方面へは10分以内で接続している。2009年3月14日のダイヤ改正時には40分から50分程度の接続時間が発生していたが、2012年3月17日のダイヤ改正で改善された。加茂駅 JR 難波駅間は、各駅に停車する普通と、加茂駅 JR 難波駅間に、快速、加茂駅大阪環状線間に、大和路快速、区間快速が運転されている。他に、和歌山線、桜井線 JR 難波方面の直通列車もある。日中は1時間あたり、大和路快速が、加茂駅、奈良駅大阪環状線直通に、それぞれ2本ずつ合わせて4本、快速が、王子駅、和歌山線高田駅 JR 難波駅間に、それぞれ2本ずつ合わせて4本、普通が、王子駅 JR 難波駅間に4本、運転されている。木津駅奈良駅間には、奈良線、片町線、学研都市線の列車も乗り入れている。また、奈良駅、久宝寺駅間には、大阪東線に乗り入れる直通快速が、平日朝に、奈良発新大阪行き、夕方に新大阪発奈良行きがそれぞれ4本ずつ、土休日は、奈良駅から新大阪駅間で朝夕に2往復ずつ、運転されている。また、早朝には、JR 難波、王子方面から、奈良駅経由で、京都行きの直通列車が運転されおり、その逆の京都発奈良王子経由の JR 何倍機はない。夕方以降も時刻表には記載がないものの戦術の区間を双方向に直通する列車が数本運転されている。名古屋駅、河原田駅間を名古屋駅紀伊勝浦駅間、伊勢鉄道経由運転の特急、何機が通る。かつては河原田駅港町駅、現在の JR 何倍機間にも東京駅、港町駅、和歌山市駅間の夜行急行、台をはじめ、名古屋駅港町駅、南紀方面や京都駅伊勢方面などを結ぶ多数の優等列車が運行されていた。1965年3月1日から1967年10月1日のダイヤ改正までの短期間だが、関西本線名古屋駅八尾駅間を経由する特急、アスカが設定されていたこともある。しかし2006年3月18日のダイヤ改正で、急行、春日が廃止されたのを最後に、廃止時の運転区間は、名古屋奈良駅間、事実上大阪環状線と重複している。天王寺駅から新今宮駅間を除き、河原田駅 JR 難波駅間で特急、急行列車は運転されていない。貨物列車は名古屋駅南四日市駅間及び貨物支線の四日市駅、塩浜駅間、平野駅百済貨物ターミナル駅間で運行されている。そのうち平野駅百済貨物ターミナル駅間で運行されているものは上等貨物線を参照。コンテナ車のみで編成された高速貨物列車は、名古屋貨物ターミナル駅四日市駅間で1日3往復運行されているほか、石油輸送タンク車を牽引する専用貨物列車が運転される。また、四日市駅、塩浜駅、稲沢駅、南松本駅間には、多機線系貨車のみで編成された高速貨物列車が運行されている。三岐鉄道三岐線。富田駅四日市駅間では、日本全国で唯一のセメント輸送が割れている。このほか、かつては化学薬品輸送タンク車を牽引する専用貨物列車や四日市駅、塩浜駅、南四日市駅間と稲沢駅から伊勢鉄道伊勢線経由で、紀勢本線鵜殿駅までのコンテナ列車の運行を盛り、鵜殿駅までのコンテナ列車については、末期は1日1往復が設定されていた。牽引機は DD51 系もしくは DF200 系ディーゼル機関車である。直通先に四日市駅、塩浜駅間の貨物支線といった電化されていない路線があるため、電気機関車は使用されない。関西本線内で使用されている車両の定期、運用区間は以下の通り。過去に使用されていた車両の運用区間は以下の通り、駅名及び車両形式は運行当時のもの。港町駅は現在の JR 難波駅。各年度の区間別の平均通過人員、旅客運輸収入は以下の通り。JR 難波駅は1994年9月3日まで港町駅。名古屋駅木津駅間は関西鉄道により開業した。名古屋駅、津芸駅間を1895年に開通させた後、津芸駅大仏駅、後に廃止間を1898年に開通させて、名古屋駅奈良駅間を結んだ。同年中には、鴨駅から新木津駅、後に廃止間を開通させて、前年に買収した浪速鉄道の路線を経由して、大阪の網島駅、1898年から1913年の間、現在の京橋駅近くにあったターミナル駅、四条畷駅名古屋駅間に直通列車を走らせた。奈良駅港町駅、現在の JR 難波駅間は、大阪鉄道により1892年に、木津駅奈良駅間は、奈良鉄道により1896年に開通している。関西鉄道は、大仏駅奈良駅間を開通させた後、1900年に大阪鉄道を買収して、名阪間の本線を大仏経由に変更した。その後、奈良鉄道を買収し、1907年には、勾配区間を抱えていた鴨駅大仏駅、奈良駅間を廃止して、本線を木津駅経由に変更。現在のルートが完成した、この時に、鴨駅から新木津駅間の路線も廃止。その後、関西鉄道は、名阪間で、関節鉄道、東海道本線と激しい競争を繰り広げ、関西鉄道は関営鉄道より20分所要時間の差をつけ、さらには記念品を配ったり運賃を5割引にしたりと派手な誘客策を実施した。この誘客合戦は日露戦争に突入した1904年に一旦収束し、鉄道国有法により1907年に関西鉄道が国有化されたことで終わりを告げた。詳細は関西鉄道を参照。国有化後はローカル線化していたが、大正時代に入って、大阪電気軌道、三宮急行電鉄、現在の近畿日本鉄道などの私鉄が並行して、路線網を伸ばしてくると、輸送量が逼迫していた東海道本線に代わり、これらの私鉄路線に対抗する路線として注目され、近鉄に先んじて、名古屋駅港町駅間に、快速列車が設定された。戦後は、準急列車として復活し、後のカスが全国に先駆けて機動車化されてスピードアップが図られるが、東海道本線が全線電化され、近鉄もスピードアップや基幹統一を実施し、さらには東海道新幹線の開業によって関西本線は名阪間輸送の第一線から退くことを余儀なくされる春日も参照。長らく全線で近代化が遅れていたが、1973年に奈良駅港町駅間、1982年に名古屋駅、亀山駅間が電化され、近郊路線としての性格を強めていく。JR 発足後、鴨駅 JR 難波駅間は、アーバンネットワークの一環として、輸送の改善が図られ、また JR 東海も、快速、三重を設定するなどして近鉄に巻き返しを図っている。かは、貨物専用駅、それ以外の駅でを付した駅は、貨物取扱駅を表す、は、定期貨物列車の発着なし。ここでは、JR 東海の管轄である、名古屋駅、亀山駅間の駅名と、主な駅のキロほどのみ記す。接続路線、停車駅などの詳細については、関西線を参照のこと。うちは、起点からの営業キロ、名古屋駅、笹島信号場八田駅、春田駅蟹駅江和駅、白鳥信号場八富駅長島駅桑名駅、友明信号場から、旭駅、富田駅、富田浜駅四日市駅南四日市駅、河原田駅川野駅、笠登駅井田川駅、亀山駅。この区間の中間駅、両端駅は含まないのうち、伊賀上野駅は JR 西日本直営駅、関駅、加田駅は無人駅、それ以外の中間駅は簡易委託駅である。ここでは、駅名と主な駅のキロほどのみ記す。接続路線、停車駅などの詳細については、大和路線駅一覧を参照のこと。うちは、名古屋駅からの営業キロ、鴨駅木津駅奈良山駅、佐保信号場奈良駅郡山駅大和、小泉駅法隆寺駅王子駅三郷駅、河内県城駅高井田駅柏原駅四季野駅、八尾駅、久宝寺駅上駅平野駅東部市場前駅、天王寺駅から新今宮駅、今宮駅 JR 難波駅。うちは、起点からの営業キロ。うちは、名古屋駅起点の営業キロ。うちは、名古屋駅起点の営業キロ。楽しく。ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。